どうも、砂掘りの森田小屋です。今回は神楽スキー場に来てるんですけど、やりたいことがあって。何でしょう？これです。ミニショートスキー。ミニショートスキーって頭痛が痛い状態になってそう、ミニ、そしてショートスキー、これでね、滑っていきたいと思います。で、これは通販サイトのテムでこちらのミニショートスキーを購入しました。で、これ以外にもスノーアイテム購入してますので、滑っていきたいんですけど、まずそちらの開封動画を見ていただければと思います。早速紹介していきたいと思います。こちらですね。まあ、ショートスキー以外にも買っていますんで、そこら辺を紹介していきたいと思います。では早速開封したいと思います。はい、一旦さっきやった袋、段ボールを開けてみたらこんな感じです。どう？今回たくさん買いましたね。いっぱいありますね。うん。テムについて簡単にお伝えしたいと思います。まずこういうね、スノーアイテム以外にもいろんなアイテムが売ってますけど、まあアパレルだったり家具だったり電化製品だったりで、こういうスノーアイテム、そういう通販サイトになっています。そして特徴としては90日間返品可能、そして送料無料。ありがたいね。ありがたいです。じゃあ早速紹介していきます。じゃあ今回のメインアイテムといっても過言ではないこちらのミニスキーをね、開けていきたいと思います。それはどうやって履くの？うん、これはね、まあ、ここにブーツをね入れるわけですよ。ブーツって何でもいいの？何でもいけそうだね。まあ、バックルっていうのかな、ベルトがあるんでここで締めてセット完了って感じ。これで滑ってみたいと思います。滑れるかな？ね。で、神楽はさ、コブもあるからコブも行ってみたいね。これで。これで？うん。まあ、これは後からたくさん出てくるメインアイテムになるので、こんな感じで終わりたいと思います。はい、次こちらですね。これはカーペットマットになってるんだけど、あ、車のね。そうそう、車の中にこれを引く感じかな。俺らの場合はやっぱスキーで濡れた板とかを車の中に入れるので、こういうね、防水のマットが車の中にあると便利かなと思って購入してみました。じゃあ次こちらのね、ネックチューブ系だね。好きだね。うん、めっちゃ買った。これはね、本当に何枚あっても大丈夫ですよね。はい、次こちらのバスタオル買ったんですけど、まあバスタオルって言いますが、スキーに使おうかなと思います。はい、次こちらです。これはユーカかな。そう、何を？長袖買いました。そろそろ春スキーとか、うん、サマースキーで暑くなってきたので、長袖1枚で中は十分かなと思って買いました。はい、次これはなんだ？それは私のバッグですね。ああ、なるほどね。あ、いいね。そう、スキーとか行くときに小物をポン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 入れて持ってくバッグを購入してみました、うんうん、なるほど。こういうね、バッグがあると良さそうですね。はい、はい、次これ、こちらの、何これ？これユーカのだね。はい、春用のコートを購入してみました。なるほど。まだまだアイテムあるんで、どんどんいきます。あー、またなんか次ね、ちょっと可愛い系の何これ？可愛いね。これはね、うん、一押しなんですけど。一押しなの？うん、ババッと大きく開いてください。ああ、で、中が防水なんですよ。お、だからこうブーツを入れたり、うん、なんか濡れたウェアとか入れて車にドンって積んだら楽かなと思って。なるほどね。あ、そういうので買ったんだね。そうそう、うん、いいね。そしたら次ね、これは俺のサングラスだね。どう？ゴーグルみたいだけど。そうそう、結構さ、うん、かっこよくない？こういうちょっとスタイリッシュなスタイリッシュなのかな、うん、あのサングラスあったら、まあ、スキーとかでもね使えそうだし、
買ってみました。そしたら次は帽子系だね。これ帽子も何枚か買ってるので、全部お見せしますか。はい。帽子は何個買ったの？帽子はね、5個かな。こんな感じで、5個買いました。キャップとニット帽。これなんかちょっと、優香のだけど、おしゃれだね。うん、かわいいよね。かわいい系ニット帽だね。うん。で、ちょっとね、スキーとは関係ないんですが、ここの2つはね、靴入れ。靴の収納に困っていたので、買ってみました。これは完全に仕様で買ってます。はい。で、最後にね、意外と俺これ結構かわいいなと思って、皆さんに紹介したいと思います。これ見てどう？可愛くない、うん、あ、スキーだ。そう、スキーのキーホルダーもう売ってたので、あ、これなんかにつけようと思って、リュックとかにさ、あ、リュックにつけるのいいじゃん。うん、こんな前傾姿勢はいない気がするけどね。結構前のめりの、前のめりじゃない、めちゃめちゃ、うん、ツッコミどころ満載な滑り方ですけど、まあ皆さんはこういう風に滑んないように気をつけてください。はい。そしたら、まあ、今回メインはさっきのさ、ミニショートスキーになるんだけど、これを使って神楽スキー場で滑っていきたいと思います。で、今回テムでこういう風に商品を購入したんですけれども、あの概要欄の方に詳細記載してあるのでチェックしてみてください。あとクーポンもついてくるみたいなので、そちらの方もチェックしてみてください。ということで、神楽スキー場の方に移動したいと思います。はい、ということで、またこちらの神楽スキー場に来たんですけども、まず履いていきますか。これ楽しみじゃない？めちゃめちゃ。これ何センチぐらいだろうね。30センチぐらいだと思う。まさにミニショートスキーだよね。それはスキーブーツで履くの？スキーブーツで履けるよ、全然。普通にスノーシューズっていうか、でも良さそうだよね。うん、靴でもいける。はい、という感じで、セット完了ですね。早速滑っていきたいと思います。今のとこただ歩いてるだけだけど。これ分かった、板の面積がやっぱりミニだから、こういうザクザク浮きだと結構沈み込んじゃうね。緩斜面はもしかしたら合わないかも。あとね、ちょっと冬の硬いバーンとかだったらいいかもね、これ。ということで、上に着きましたんで、ね、この斜面を滑っていきたいなと思います。神楽のメインゲレンデですね、ここは。ここをね、滑りたいと思います。まあ、ちょっと雪がザクザクで、言い訳じゃないよ、これ事実述べてるだけなんだけど、雪がザクザクで結構埋まっちゃう、こうやって。今少し滑ってきたんだけど、だからかなりちょっと細かいこと言うと、ポジションをね、後ろにして、こう詰まらないように意識すると、うまく滑れるかもしれません。で、別にこれポジションがどうこうとかさ、そういう、あれじゃないんじゃないの？そうなんだ。まあね、ちょっと楽しんで滑っていきたいと思います。じゃあ、まず整地。まあ、ザクザクなんで、もう、整地みたいなもんですけど、整地いきたいと思います。はい、どうでした？整地滑ってきましたけど。滑ってるっていうか降りてる感じだったけど、うん、でもね、楽しいか楽しくないかで言ったら楽しいよ。どんなところが？新感覚。スキーだと思わない方がいいかな。何だと思えばいい？うん、何だろうね。言葉の表現の仕方が難しいですが。で、次はね、コブ行きたいと思います。見てください。コブ滑れる？ちょっと滑ってみたいと思います。それでは、コブ行ってみましょう。
やばい。ぶれてしまう。ちょっとね、こぶ滑ってみたけど、だいぶシュールだったかもしれない。ね、ちょっと笑っちゃって、ブレてしまいました。次、笑わずにぶらさないでくださいね。これね、難しいこと一つ分かりましたよ。なんでしょう。こぶの表側の部分あるじゃん。またちょっとスキーの専門っぽいこと言っちゃうと、このこぶの表側の部分、どのタイミングでめちゃめちゃ詰まるんですよ。まあそりゃそうだよね。こんなショートの板でさ、ミニショートスキーか、ショートじゃない、ミニショートスキー、このコブの表側行ったらこう受けるからさ、要は斜面を登るわけじゃん。そこでこの前が突っかかるわけ、グンと。だからちょっと足踏みピピピピピってしたかもしれないんだけど、あのね、そういう技も必要かもしれない。で受ける時にめっちゃ後ろにやればピュンと行ってくれるかもしれないから、次はそこら辺ちゃんと克服して滑っていきたいと思います。ということで、こちらのコブですね、さっきより難易度高くなるかな、斜面も急になるので、スピード出る方がなんか滑りやすそうなんで滑っていきたいと思います。今度は笑わないで頑張ります。コブというより直角行ですね。はい、どうでした？やっぱ斜面が急であればあるほど楽しいかも。コブ滑ってるっていうよりコブの中まっすぐ来てただけだったけどね。コブに合わせてまっすぐ、ウェーブって感じ。多分さ、皆さん履いてるカービングスキーだと板も長いんでコブって感じだけど、俺は正直コブって全く思わなかった。ウェーブ滑ってる感じだった。だからもうゆっくりバンバンバンみたいな。楽しかったですか？楽しかった。はい、という感じで、まあ、今回テムで買ったミニショートスキーだったり、あとまあこういうネックチューブも使ってきましたけど、あのテムにはスノーアイテムもたくさんありますんで、もしよかったらチェックしてみてください。こんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。